色別の行政区画地図。小や赤色は直轄市。ラトビアの地方行政区画は2009年7月1日に再編された。これにより、地区と町や市、京区の二重行政が解消され、行政は基礎自治体に一元化された。現在、ラトビア全土は110の基礎自治体と、独自の議会と行政機構を持つ旧直轄市に区分されている。 なお2021年には行政区を再編し34の基礎自治体と2個の直轄市を設置する予定である。以下はすべてラトビア語のアルファベット順。2009年以前は26の地区と7つの直轄市で構成されていた。アイズクラウクレ地区、アルークスネ地区、バルビ地区、バウスカ地区、ゼーシス地区、ダウガフピルス地区、ダウガフピルスドゥアベレ地区。 グルベネチク、イエカブピルスチク、イエルガバチク、イエルガバユールマラ、クラスラバチク、クルディガチク、リエパーヤチク、リエパーヤリンバジュチク、ルザチク、マドアナチク、ウアグレチク、プレイユチク、レゼクネチク、レゼクネリガチク、リガ、サルドスチク、タルシチク、トゥクムチク、バルカチク、バルミエラチク、ベンツピルスチク、ベンツピルス。ありがとうございます。